バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の梅津、対するスワローズの先発は右の吉村、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。バッターは太田、背番号46。第9投げた、ストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、危ない球。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、センターバックフェンス直撃、打ったバッター一気に二塁へ向かう。太田ツーベースヒットを放ちました。スワローズ先制のチャンスを迎えます。バッターは3番宮本、この後に控えているのは村上。第9投げた、決まった、ストライク。第2球投げた、ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、ボール。第4球はボール。第5球投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ、バット取れない、ライトバックホーム、宮本ナイスバッティングです。右の吉村マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、3点を追いかけますドラゴンズの攻撃。先頭バッターは村松。第9投げました、初球を打ちました、三遊間の当たり、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番福永。第4球を投げました、打った、打球は右中間に上がった、ヒット。福永いいバッティングを見せました。バッターは3番高橋。投球はこれから6球目、打った、ライト落下点、ライト取りました、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは4番細川。第4球を投げました、会心の当たり、ボールはライナーでセンター掴んで、これで3アウトになります。ドラゴンズファーストランナー残塁。1回の裏が終わりまして3対0です。スワローズリードで迎える2回です。ワンアウトランナー一塁という場面で太田投げた、初球打ち、左中間へ持っていきましたが、これはヒットになります。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ、長岡三塁回った、一塁ランナーホームイン。スワローズリードを5点に広げます。5対0、太田タイムリーツーベース。さあこれでワンアウトランナー二塁、背番号30。ワンアウトランナー二塁となりまして、宮本第9投げた、真ん中ストライク、いきなり151キロ、初球空振りから。第2球投げた、高速シュート、ボール、アウトローへ。第3球を投げた、決まってストライク。追い込んでから第4球を打ちました、ライトへのフライだ、ライト下がった、ライト掴みました、中継。スワローズなおもちゃ。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは板山。第4球を投げました、打ちました、村上ボールを取る、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。バッターは6番ディカーソン。第2球打ちました、ショートの頭上、長岡落下点に入った、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番加藤。次は5球目、打ちました、あっと引っ掛けた、サード前方のフライになりました。取ってこれで3アウトチェンジ。吉村この回きっちりと3人で抑えています。2回が終了しまして5対0です。さあ追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー1塁3塁という場面で太田投げました、初球引っ張った、ファール。第2球インローの直球はボール。投球は3球目、投げました、打った、強い当たり、伸びた、伸びて、ライトセンター見送った、ホームラン、スリーランホームラン。
右中間スタンドに突き刺さった。落ちるスライダーを完璧に捉えました。9対0、スワローズリードを9点に広げます。3回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは岡林。第4球を投げました。打ちました。鈍いゴロ、村上掴んだ。サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打大島。第4球を投げました。打った、破った。大島ナイスバッティングです。バッターはトップに帰って村松。最初のバッターボックスはサード。打ちました、破っていった。中継、村松いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ワンアウトランナー、初球を打った、ライトへ飛んだ、掴みました。大島打球を確認して三塁へ向かう。スワローズなおもピンチが続きます。バッターは3番高橋。第1打席はライト、打ちました。これは平凡なレフトフライ、取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2者残塁、3回まで終了しまして9対0です。4回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは細川。外のボール引っ掛けた。村上ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番板山。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、初球から打ってった、ライト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番ニカーソン。第1打席は内野フライに倒れて打った、右中間へのフライ取ってアウト、3アウトチェンジ。吉村三者凡退に抑えています。4回の裏が終わりまして9対0です。スワローズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で太田、今日は3安打猛打賞。投げた、第2球投げた、打った、引っ張った、ファールボール。投球は3球目、投げた、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット、センターバックホーム、太田ナイスバッティングです。スワローズ2アウトランナー一塁三塁という場面で村上、第9投げました、ボール、投げました、打ちました、抜けた、中継、スワローズさらに1点追加、11対0、村上タイムリー、初安打。バッターは5番オスナ、今日4度目のバッターボックス。第9カットボールはボール、第2球ボール、第3球を投げました、ストレート見送ってストライク。第4球を投げました、打った、これは強烈、抜けた、センターバックホーム、オスナいいバッティングを見せます。5回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは加藤。第1打った当たりだ、1、2塁間の打球、破った、加藤ナイスバッティングです。バッターは8番岡林。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、空振り三振。バッターはピッチャー藤島。第5球投げた、153キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。打順は1番に帰って高めボール球打った、ライナー、中継、村松いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。今日打った、ショートバウンド、ボールを取った、一塁送球、村上うまくさばいています。3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。2者残塁、前半が終わりまして11対0です。ドラゴンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは高橋、今日はライト、打った、これはピッチャー正面、吉村取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番細川、今日はセンターフライとサードゴロ。第5球スプリット、空振り三振。バッターは5番板山、今日はサードゴロとライトフライ、投球アウトロー、空振り三振。
吉村、見事ドラゴンズ打線を抑え切りました。中盤まで終了しまして11対0です。スワローズリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で太田、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、センター下がった、ワンバウンドヒット、バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、2塁タッチはセーフ。太田いいバッティングを見せました。バッターは3番宮本、今日5度目のバッターボックス。第9球打ちました、初球打ち、フラフラッと上がった村松、交代、ショート取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。先ほどタイムリーを放っている村上。第9球ストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、高め、ボール。第4球を投げた、ボール。次は5球目、投げました、打ちました。次は6球目、投げました、打ちました、ファール。第7球を投げました、打ちました、いい当たり、1、2塁間の当たり、アウト、スリーアウトチェンジ。2塁ランナー太田残塁に終わりました。7回の表が終わって11対0です。7回の裏、ドラゴンズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは外角高め、空振り三振、3者連続三振になりました。先ほどのプレーです。バッターは7番加藤、今日3打席目、投げました、打った、1、2塁間、オスナボールを取る、1塁へ送る、吉村取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番岡林、今日は外のボール球、打ったライトへ上がった、ライト落下点に入りました、掴んでこれで3アウトになります。吉村三者凡退、無得点に抑えています。7回までが終了しまして11対0です。ドラゴンズ追う展開で迎える8回です。バッター中田、第6球はストライク、空振り三振、打順のトップに帰って村松、今日はここまで3打数2安打、投げた、打ちました、センター前に出る、ヒット、村松ナイスバッティングです。右バッターボックスは2番福永、今日はここまで3打数1、打ちました、山田掴んだ、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、3アウトチェンジ。8回の裏が終わりまして11対0、スワローズ大量リードは変わりません。スワローズリードで迎える9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で太田、スリーベース、初球引っ張った、ファウルボール。第2球、2球目ストライク、追い込んで第3球を投げた、危ない球、第4球を投げた、ストレートはボール、インコース低め、第5球投げた、引っ張った、スタンドに入りました、ファウル。第6球を投げました、打ちました、これまで通過、橋本ボールを掴んだ、1塁送球、1塁はアウト。ドラゴンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは高橋、第2球打った、三遊間の当たり、破った、高橋いいバッティングを見せました。バッターは4番細川、これが4度目のバッターボックス、打ちました、オスナ取った、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁送球、アウト、ゲッツー。スワローズ勝利目前、ピンチヒッターはリュウ、スタンドからは大きな声援が上がる、変化球空振り三振、吉村見事な完封勝利、スワローズ見事勝利を収めました。スワローズが勝ちました。勝利投手吉村、敗戦投手梅津でした。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた吉村、本当に今日は大活躍でした。